皆様、こんにちは。b a c です今日はウクライナ戦争の最新情報です。まず大きいの話いっぱいあるんですよ。マリオプールの方の街をその鉄工場からもうそういう超右派のアゾフ軍もみんな降伏しました。降伏ですよ。あのウクライナ政府があの避難とか言うと違います。降伏です。で、それで 前線で全体的にどこでもだん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 ロッシア軍が進んでるウクライナ軍が1日大体1000から1200人の兵士を失っている降伏、殺されているあともう出そう,もう帰ろうとする武器をしてって帰っていますロッシア軍がたったの20人か30人しか失ってないで最近大きな話もう10日前ぐらいからポーランドの大統領はあのルーダさんなんですね あのウクライナとポーランドに国境ありませんみたいなえー、どういう意味ですかこれで PKO も出しますとか言ってた実はポーランド軍を出しました皆様これ NATO 軍がウクライナ戦争に参加しているということになりますよしかしこれが NATO の司令部がちゃんと分かってるかどうか私はわかりませんポーランドが自分勝手にやってるかもしれないとにかく 大体を2つ、砲兵の大体、大体2000人、ウクライナ戦争にもう参加しました。もう、キエフの近くのところに基地を行きました。それで、あの、基地が空襲されてるんですよ。ロシアのミサルで、昨日当たりぐらい、ロシアのミサルも当たりました。まあ、あの、そうでしょうね。でも、NATO がさ、アメリカからこ大きな話も出てません。あとね、こういう話も来るよ、アメリカから。あの、 麦を、小麦粉を輸出できるように、オデッサの港の町周りにロシア海軍と、あと機雷があります。これをハープンミサイル、軍艦反対のミサイルをウクライナに上げるという話も出ている、まあ。ウクライナ政府がこういうことを言ってましたよで。アメリカがこれはちょっと困ってるみたい。でも実はね、私もブログで書いているアメリカの将軍とロシアの将軍が今、電話で取引していますよ。 何か交渉してる。それっ英語のタイトル今読みます。okay. The war in Ukraine is getting complicated and America isn't ready. え paper of record。 もう記録の新聞ってアメリカで一番偉い新聞って言ってミューヨーク・タイムズ。私もほとんど一緒に同意しませんけどね。しかしね、これ結構力ある新聞ですよ。とこの社説は全部みんな編集者た,た,たちを一緒に出てて、もうウクライナに降伏しなさい。ロシアの要求を見てもなさい地。地理を上げなさいっていうか、例えば東部の ドのテストとかルガンスとかなんかクリミアでも、もうそれもロシアの方に見てもなさい。アメリカこれよりできません。へえまあ大使館ね、あの、アメリカの武器あんまりうまくいってないし、で、これから選挙の年中間選挙で、このアメリカ、あの、クリアンセ戦争全然うまくいってない。一番いいのウクライナ軍隊の部隊がほとんど絶滅になってます。実はね。実はね。ロシアが全然困ってない。 世裁の方の困ってるのはアメリカとヨーロッパ。で、NATO の方はめちゃくちゃになってるんですよ。結構、もう NATO の国々があロシアガスのためにループを払うと言ってる。ドイツもはっきり言ってますよ。自分の経済がロシアガスがないと終わり。アメリカはそのガスもあの供給はできません。できません。それであのもう、 NATO の立場がだんだんなくなっている。はっきり NATO の分裂の可能性も大になっているんですよ。それ、ロシアがヨーロッパを支配します。アメリカ国内問題の方大きくなっている。アメリカインフレもね、止めることできないみたいですよ。もうだんだんアメリカの政府がパニックしている。じゃあ、これよりウクライナの方の支持はもうできません。あの最近ダーボスでもね、ダーボスの会議があります。キッシンジャーさん、もう年より90何歳ですね、彼ね。まだまだ おじいさんでも力があるんですけど、彼が、あの、ウクライナに散り上げて、とにかく平和のために、あの、ロシアの要求を見てもいなさい。その声もアメリカから出てます。じゃあ、これからどうなるんでしょうゼレンスキーがそれが本当に従うかなあの、ポーランド軍が入って私たちで今ね、なんかゼレンスキーとか、ロシア、あの、ポーランド大統領が、ポーランド国民が、ウクライナ政治家もできる。 とか裁判官になれるとかなんかね。で、昔に、まあ何百年昔ね、本当に600、700年前ぐらい、ポーランドとウクライナ一応一つの国でしたけど、でもその何百年前のところが再び作る難しいよ。今ね、徴兵のために60歳以上のウクライナ人のとこがみんな軍隊に入るように、これがね、新しい軍はならないんですよ。あの、もう正直言うと、これで、 ウクライナの望みがの道がありません。もうありません。で、アメリカの偉いところはだんだんそう言っています。まあ、今日はそこまでですね。で、これから、あの、ヨーロッパの方、アメリカどうなるでしょう。アメリカ国内はどうなるんでしょう。これがもっと大切なことですよ。日本の皆様、注意で見ましょう。OK。ありがとうございました。LIKE バッも押してね。そして、登録してくださいね。ありがとう